いつもご視聴ありがとうございます。タラジロです。今回はですね、党首討論がテレビでもやってるんですね。選挙前なのでね。で、それについて思ったこと、ツイッターとかで、これはあかんやろっていう石破さんの発言とか、山本太郎さんの発言とか、そういうのをツイッターで拡散をしていました。石破さんのやつね、消費税っていうのを社会保障に使っていると。ほんで、社会保障の財源として、直接税だったら、景気が悪くなった時に、財源が確保できないと。だから、消費税だったら、景気が悪くても安定した財源になるっていう説明を、まあ、党首討論でしてたんですね。消費税を入れた時のことを強く覚えているんですけれども、法人税であれ、所得税であれ、直接税ってものすごく振れが大きいんですね。景気が良ければどんどん入る。そうでなければ入らない。これから先の社会保障には安定した財源が必要です。消費税は景気の上がり下がりにほとんど影響されない。そういうものを持って社会保障の財源に当てなければいけないと思っております。そういう発言をされるってことは、国民の、まず税金のことを財源だって言ってるのも、ちょっと、納得できないですし、税だけが財源じゃないじゃないですか。国債発行もできるわけですよ。不景気な時に、安定した財源だって言っちゃってるんですよね。これって不景気な時って国民の首が締まっている時なのに、そこから景気がいい時と変わらんぐらいの税金を取るってことは、めちゃめちゃ首締めてるっていうことなんですよね。そこ首締めてまで社会保障費に回すっていう発言が、もう国民を生かそうとしてるのか殺そうとしてるのかどっちですかっていうことなんですよね。そういう時は国が金出せやっていう話なんですよ。石破さんに関してはそういう感想でした。で、2番目は、山本太郎さんですよね。先ほどですね、消費税の減税には時間がかかると、で、税法が違うんだって話ですけど、さっさとやればいいじゃないですか。で、減税するのにどれぐらい時間がかかるんですかってことをですね、質問収書で先日提出したら、それについては試算もしてないと。どれぐらい時間がかかるかってことも自分たちで理解せずに、消費税自体を減税するっていう選択肢は鼻からないんですよ。こんなのありえない。まあ、ある意味で、公約を破って消費税を、4年上げませんって言ったのに、これを増税した、これ民主党と、そして自民と公明、これ絶対下げる気持ちないですもんね。国民生活見てませんよ。30年の経済災害なんですよ。片っ端から値上げしてて主食の米も高くて食べられない。このような状況の時にさっさと消費税の減税もしないような者たちに国は任せられない。それだけじゃない。能登半島、これ二重の災害であってますよ。けれども、これは避難所の人たちには食べ物は届いても、これ在宅避難の人たちに食べ物届いてません。飲み水も届いていない。それを脇に置いて置き去りにして選挙をするなんて狂ってます。消費税は廃止、そして悪い物価高が収まるまでの現金給付必要です。令和新選組にお力ください。まあ見てもらったら分かる通り、そこに反論なんか一切ないです。はい。だからその通り、このことをやってほしいから、まあ、切り抜いて、ツイッターに出したということです。で、これが広く国民に知ってほしいということで、だいぶ拡散されたと思います。党首討論を見ていて、またそれとは別に気づいたことだったんですけれども、手取りを上げますっていうことで、まあ最低賃金を1500円にしますって石破さんが言ってたんですけれども、それはどういうふうにするんですかって深く突っ込まれると、地方と都市部では賃金に差がありますけれども、まあ平均1500円にしますっていうね、わけのわからんロジックを使うわけですよ。それやったら今と変わらない話なんですよ。で、玉木さんの方が手取りを上げますと。で、103万円の壁というものを178万円にしますっていう話をしてたんですね。で、そこまでは無税にしますって言ってるんですよね。でもこれって結構正しいなって思うんですよ。まあ、玉木さんのことを応援するわけではないですけれども、これってやってほしいなって僕思うんですよ。この私の周りの大学生とか、パートの方、話聞いてても、103万までで調整するために、みんな最低賃金が上がっちゃったら、その分時間数を減らしてしまってはるんですよね。それでは意味がないんですよ。だから、最低賃金が上がったんだったら、その分もっと働いて、もっと稼ぎたいんですよね、みんな。無税なのが103万円までが無税だったんですけれども、その幅を178万円までに広げるっていうのは、必要だと思うんですよ。街頭演説とかで山本太郎さんにこの質問をしてる人結構いたんですけれども、この壁は取っ払わないといけませんっていうことまでは山本太郎さんも言ってたんですけれども、
どこまで取っ払うねんっていうね、具体的な数字って出してはらなかったんですよね。だから、ここを令和としても出してほしいなと思うんですよ。で、ここまでは無税にしますって言ったら、これって GDP 上がると思いません？大多数の人らはもっと働けるし、もっと稼げるってことは、もっと消費できますよね。これっていい策やと思うんですよ。消費税の減税っていうのももちろん、減税廃止っていうのももちろん必要ですけれども、所得を増やすっていうのも必要なので、玉木さんのこの意見には私は賛成なんですよね。まあ、他のことがあかんので、厳罰大推進とかね、なんかもう賛成できひんことを言うから、ないなって思っちゃうんですけれども、この賃金を上げる面に関しては、玉木さんの発言も、これありやから、令和の政策としてもパクってほしいと思うんですよ。党首討論聞いてたら、参政党の神谷さんが、ほぼほぼ令和と同じことを言ってるんですよ。もう丸パクリやかなっていうぐらいパクってるんですよね。ええところはパクってほしいなと思うんですよ。でももちろん悪いところは、悪いということでね、考えてほしいなとは思うんですけれども、山本太郎さんが消費税廃止っていう話をしだしてから、他党も消費税の減税廃止廃止っていう話、結構取り入れてる。真似してパクってきてるんですよね。だから同じようにして、山本太郎さんもここはパクってほしいなと思うんですよ。ちょっと考えて、真似して、令和なりの政策を、そこ、踏み込んでほしいなと。賃金を上げるっていうこともやってほしいんですよ。消費税廃止だけではダメだっていう、給付金をするべきだって言ってはれるんですけれども、いや、もちろんそれもやってほしいけれども、普通に労働した賃金も上げてほしいんですよ、みんなね、国民は。だからそういうふうに思いました。選挙が始まりますんで、もう今後もいろいろ発信していこうと思います。今回は以上です。ありがとうございます。